あ、なんかほんと唐揚げうまかったね。トリスケっていう名前だけあるわ。うん、うまいっしょ。いやー、行ってきました。テンスタですけどね、写真撮ってなかったっけ、後にまた送っといて、うん、おい写真撮ってなかったわ今。ラーメンだけはね撮ったの、一晩後出てきたし、食ってきました。テンスタ、ね、あの見た目がね、ここ動画では取り上げたことなかったっけ、うん、な、うん、ないかもしれない。カメラ持ってきてない時に撮ってる気がする。うん、トリスケさんって言って、店主さんなんですけどね、まあ、焼肉屋さんなんか兼ねてるようなね、うん、そういうような感じになっておって、まあ、ラーメンの方に食べてきたけど、うまい。で、セットがね、お得のね。お得だったね。お得しよう。あれ、お得。あんなんで1000円でお釣り来る、うん。あれで1000円お釣り来るのはお得しようよ。お得。え、なんかバグだと思ったもん。うん。なんか、ちょっと、いや、量がすっげえ少ねえのーとかさ、そういうのやつ思っとってるやろ。いや、150円で焼き飯と餃子が作って絶対これ、うん、もしかしてそのラーメンも別、ラーメン代別なのかなって考えてる。うん。だけどね、ここはね、本当にね、お得だ。あ、これはお得だ。うん。だから餃子もうまかったし。うまかった。小ぶりなね、タイプの。うん、テイストはあのタイプだよね。うん。うん、で、唐揚げ飯を。うん、まさに軽く揚げとる感じの、そうだね、衣がカッカルってしとるタイプのね、あれがうまいんだね。いやもう、確定です。もうこれで鈴鹿まで乗り切れる確定や。あー、もう今日大勝、もう勝ち確定室、もうあー最高。ここやったっけ、もう一つ先か、もう一つ先や、もう一個先か、うん、ここの板はたまに間違いの、うん、間違えて全然市や、あの市街地の方に行ってしまった。はは、伊賀のイオンやんけーって言って、結局伊賀のイオンに寄っとることもある。あ、どうする、こんだけ探しとって伊賀のイオンにありましたっていう大きやったら、もうあれやで、あそこはもう遅い時間やでないけど、うん、イオンはやってるでしょ。でも中のテナントはやってないでしょ、まあそうや、うん、肉屋さんも入ってなかったと思う、まあそこは、うん、まああともう満足したんで帰りやす。ここ一旦左折なんだね。そう、これがまた分かりにくいのよね、うん、さあ、そしてここから、この急なところを曲がって合流確認したら一気に休職。悪い、ここだけはね、ここから加速しないと無理。だってこんだけで終わりなんだもん。あれ、でも長くなったんじゃない？無理。軽圧特にな。いやー、一気に上がった。不思議だよね。うまいラーメンは本当に食っただけ回復するもんな。そうだね。あー、やっぱ冬に合うね。合うね。あの程よい辛さがよかった、うん、もうちょっと辛いとダメだった。ああ、そうかもね、うん、いや、この間、その前の冬に行ったね、はい、奈良で食べたサイカラーメン美味しかったもんね、うん、あれ、あれまた屋台だったしね、うん、あの後結構奈良の人とかにも聞いたことあるけど、やっぱしあの屋台のものが、うん、あの 人気というか、そうだね、うん、あれはもうあの雰囲気込みでっていうのがあるんだろうけどね、いいもんね。それでまだもう0度なんだ外。ああ、そうだね、すごいね、もう来ないね。
ここは確か広くなったよな。その大統領ってのは、大統領ってのは和歌山だっけ？岡山か。岡山、岡山。うん。その岡山もお前もいろいろあるね。うん。おはよう牛乳もそうだし。あとあれマスカットだよね、うん、シャインマスカットといえば岡山倉敷ってね、イメージがあるぐらいだもん。モンブランとかもさ、何かせんか焼肉の台であそこで売ってるやつになるやん。 あれって何かっていうと、あれは精肉流通やからね。だから部門が違うね、畜産部門になんね。で本来その焼肉の台ってエバラ焼肉の台とかはグロサリーやん、ドライ、なのでその売り上げのその島が違うもんで、基本的に売り場が分かれてる。ほやね、たまにさ、高いわさびとかいいわさびがさ、水産コーナーとかで売っとるやつとかあるやん。まあ、あれ、用冷蔵っていうのもあるらしいけど、あれ、やっぱ、流通の兼ね合いで、あっちは、水産の流通で入ってるらしい。逆にその、普通のその、わさび、SB とかのわさびを取り扱っとるところは、常温の倉庫やん、売っとるのが。まあね、その冷蔵の流通も持ってないから、あれ用冷蔵だよね。水産の売っとるやつ、刻みわさびとかたまに売っとるやん。ああ、その内側の働いとったとこもそうだったわ。そうでしょ、うん。海鮮丼のタレとか、うん、あとからし酢味噌とか。そう。あれは確か内側とか扱っとったわ。そう。あれ水産になるから、流通が違うからね、もう。一時期だとあったのがパソコンゲーム、まあエロいゲームの萌えゲーの音楽 CD って実は、その PC ゲーム流通の方やったんや。まあ、普通の音楽の販売店の流通と違って、だでうちも新作置いとった人だし、 PC の新作の入れる流通も取ったから、わけのわからんサントラとか発注かけて問屋さんから、いや、まださん、これ売れると思ってるんですかって佐野さんって言ったらいいけど、佐野さん、それ俺が買うね、またマニアックなもん買いますねってカラフルサウンドトラックってか、ことこさんの電波ストーブで有名なさくらんぼキスとかあるやん、あれが第1作目か、さくらんぼキスか。で、あれ実は3部作なんよ、さくらんぼキス、さくらんぼキス、カラフルキスで何やったっけ、マジカルキスか、最後は、最後が知らんな、なんか確かにその2つは知って、なんか聞いたことある。あ、カラフルキスはね、有名か。マジカルキスの時にはもうちょっと下火になっとったから、だからその、なんていうの、ゲーム業界全体がちょっと下火に入ってきとったから。ただ、実は3部作の3つ目は、もうまさにことこさんの、もう電波装備の集大成的な。あったらどっかで書きたいだけど。多分聞いたら思い出すと思うわ。あ、うちの車の中で流れとったこともあるしね。ちょっとことこさん
京都で、あの、さくらんぼキスと、あとみこみこダンスをなぜかことこさんが歌ってたよ。それなんか情報で入ってきてたわ。いや、せつなことかな。だって今年に入って、あの、電波ソング、あの、集みたいなやつをもう一回 リミックスで作っとるの。サイクロンイエイか。サイクロンイエイっていう。いや、行きたかったな、京都のライブ。ちょっと迷ってたんだよね、あの、日曜日。ひとこさんも去年のライブも、サクランボキスも行っとるし、ジハード行っとるからな。あ、そうなんだ。俺はサクランボキスからジハードってすっげえ振り幅やね。確かに同じギガのメーカーの同じあれの作品内ではあるけど、最近こういうアニソンライブでもね、こういうあの昔の曲のなんか、結構ねやること多くなったんだよね。商売しやなきゃ新作の発売とかが、ここのメーカーさんでここのチームでやってるんでこれはこれぐらい売れるんですよとかいう話をなあ大体あの問屋さんとかもそどうもするんだよ。PC ゲームの場合はもう直接その問屋さんと直接話してっていうことも多かったしね。逆らしくてそのいいけど。有名な問屋さん、大きい問屋さんが、その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 
やって回ったりやったりする豚屋さんって他も一般ではあんまないですよねって話を取ってたら、あのそれも、結構真逆で、一般のゲームを知ってるバイヤーあのショップの人は多いんやけど、ソフマップとか行ったら別なんやけど、あのちょっとちっちゃいところになってくると PC ゲームの取り扱いやるって言ってもオーナーさんは PC ゲーム全然知らんっていうケースが多いと、だからこっちで基礎知識を持ってある程度商品の説明とかしてから通りやもんで、っていう事情があるらしい、まあ確かにな、お前ね、うちみたいに PC ゲームバリバリ詳しくてやってますっていう人のが逆に少ない、あの伝説の言い合い佐野さんとの、絶対使いやんけど、ここ何の時やったっけ、坂上がりハリケーンっていうゲームが出る時や、坂ハリ、はい、聞いたことある、まだ比較的やったらすべだよね、つっても10年以上ないよ、2000だって俺がまだゲーあーそこでショップやっとショップの販売やっとったんやで、ってことは2009年より前よ、だからパルフェショコラとかやっとった、あとパルフェショコラの後でギガの作品でネコニャン先生やったんよ、イラストが原画が、まあ、ネコニャン先生やから、まあ、当然パルフェショコラとか この青空に約束をとかのあれになってくるやん、ただ唯一違ったのがシナリオライターなんですよ、あのパルフェショコラこんにゃくはマルトさんっていう人が書いとって、企画やつで名古屋のクリエイターさんの人は、試合をクリエイターでマルトさん、この人は、最近でも結構でかいのやっとるけどな、何やったっけな、マルトさんがやっとったの何やったっけな、あ、冴えない彼女の育て方、冴えかのとか、のやってる、比較的今のあのその業界のスタイルでも結構ちゃんと合う感じの、当時からどっちかというと起承転結パッとつけて長くなりすぎないようにシナリオをまとめてっていうで、まあ王道なんですけど、王道なんですけど絶対裏を書きますっていう、そんなバカなと思ってゲームやるんやけど、普通にノーマルエンドもあって、まあいい作品やったなと思って、と思って最後トゥルーエンドやった瞬間にうんってこったーってなるっていう、の中でももう一番衝撃的やったのはパルフィやったけどな、だってエンディングトゥルーエンドとノーマルエンド一緒なんやに、一緒で、理学ルートっていうのがあるけど、まあカトレアが有名やったりするけど、あの金髪ツインテール、ツンデレツインテールのカトレア、カトリレアっていううちの嫁やけど、ルートはやっぱりリカコルートだよな、あれリカコっていうヒロインとって、その子のルートのトゥルーエンドがあの最終エンドなんやけど、ノーマルエンドの終わりが最後2人が結ばれて、その後結婚して娘が生まれて、でその生まれた子供を抱きながら、そのリカコってヒロインの子が、泣いているっていうシーンで終わる、せっかく生まれたのになんで泣いてんだよみたいなシーンで、よかったねよかったねって終わるんですよ、ああよかった話やん、最後ね、頑張って子供生まれてね、いろいろあったけど大変だったねっていう感じかなと思ってね、同じシーン全く同じセリフが流れます、全員号泣します、マジかそういうことか、それで今これ泣いてるか、泣いてんのな、そりゃ泣くわっていう、しかもそのヒントは全部それまでのノーマルのイラストに全部隠されとんの、ただ一つトゥルーエンドとノーマルエンドで違うのは、主人公があのお風呂から上がってきたヒロインにタオルを渡すか渡さないかっていう選択肢だけなの、